い、皆さんこんばんは、絶賛発売中、AJ メカニクス17特集銀河漂流バイファム発売、記念番組の中編からはですね、X 旧 Twitter ですねで、募集しました読者からのアンケートにお答えしていきたいと思います。はじめに桜井さん直樹さんに当てられたご質問の中から、いくつかピックアップしてお答えしていきたいと思います。質問にお答えした後は読者から寄せられた銀河漂流バイファムの思い出や、好きなところをご紹介しトークしていきたいというふうに思っております。ではまず一つ目のご質問、いきたいと思います。まず一つ目、クジラ軍曹さんありがとうございます。出来の良さは40年前ですでに頂点のバイファムですが、今後プラモデルキット化の望みはあるのでしょうか。まあハイグレード出ましたんですね。そうですね、可能性はあるんじゃないかなと思うんですけども、まあバイファムだけ出して終わりっていうのはちょっとね、ねえ、せめて地球軍、ね、やっぱこの3体は欲しいね。欲しいですね。まあもっと言ってしまえばやっぱデュラヘイ、そうですね本当にデュラヘイだけはなんとか、いいの、はい、あの今やれば間違いないものができる、うん、ですね、あとはもう工事物のキットのもう一回再リバイバルでもいい、再販でもいいのでデュラヘイだけ出してくれると、デュラヘイとディルファム、ディルファムも欲しいですね、デュラヘイはね、あの複数個いらないけど、うん、ディルファムは絶対複数個 ね、 そうですね、いりますんでね、絶対いますね、言うて3個、9個は絶対売れるので、そうそうそう、はい、なんで欲しいですね。ぜひバネさん待ち取りますんで、お願いお願いを、はい、よろしくお願いします。で僕もあの2次目の再販も頼みましたんで、バイファム、みんなの声ってね、みんながこう頑張って、支えて、はい、お声を出せばと思います、はい。2つ目の質問、キリオさんありがとうございます。リアタイ世代ですが、ってことは僕たちと同じですね、うん、はい。オープニングの主題歌ハローバイファムが字幕も和訳もなく全て英語の曲だったことが衝撃でした。本当僕たちもそうですよね。あれなんか覚えませんでした、うん、英語なんかあんまり喋れへんのに、うん、なんか英語で歌えるように覚えましたよね、うん、なんかよくわかんないけど、ウェイプオールウェイって言ってんのかなみたいなね、オールやティースみたいな、曲自体も良かったしね、ね、うん、はい、バイオリンが素晴らしい、素晴らしいですよね、はい。プラモは初ポリキャップがバイファムシリーズだったかと思います。そうでしたっけ。あれでもポリキャップってガンダムの MSV とか書いてあった。いや多分これタイミング的にはなのかな、MSV が同時には入ってない、入ってなかったっけ。いや、いや入ってるよ、後半のやつ、後半、うん、うん、だから大体ちょうど1期ぐらいかな、うん、はい。ネオファムトランファムもロボット魂だけでなく、ぜひプラモでリニューアルしてほしいです。できればデュラヘも同じ気持ちでしたね。ほら、どうせだよ、ほら、みんな同じ気持ちじゃない。でもデュルファムないけどね。ほらほら、お二方の好きな、ラウンドバーニアンはどれですかってことなんですけど、桜井さんは。僕ね、やっぱこの前の3体なんですよ。うん、バザム、ジャーゴー、うん。これ、トランファムなんだよな。ああ。なんか、あ、そうか、ラウンドバーニアンだか別にってことか。うん、ARV でもいいんじゃない、うん、うん。いや、なんかこう、新型っていう感じするじゃないですか。トゥランファムね。あの地球側でやっぱ俺もトゥランファム、うん。なんか、トゥランファムっていう名前もなんとなく中二的な僕たちにはかっこよく見えましたよね。なんか言いづらいっていうか、普通見ない名前ですもんね、トゥランファムで。この人気で声に出して言いたい。そうそう、言いたい。うん、トゥランファムじゃないよ。ずっとやってるところにこれが出てきたから、うん、ね、すごいなんか、おっしゃーみたいなね。で、そう、これ以降は最後地球軍出てくるときは、ファイター形態の戦闘機だったんですよね、うん、だからもうこれで多分人型は終わりだったのかなと思うとね、なんか完成状態だったなみたいなね、そう、ガンナーとね、ちゃんと2人いるっていうのもね、よかったですね。まさかスカートついてるとは思わなかったしね、うん、そう、これハイグレードでどう処理されるのか気になりますもんね。そうですね、このスカートがね、そうですね、またお値段お願いコーナー。僕でもね、あれなんですよ、出てないやつも欲しいんですよ。ギャドルとか、ああ、そうですね。何でしたっけ、あのブリッジするやつ、あ、はい、ディゾン、ディゾンとか、そうディロムとかね。この辺もあとズゴッホとかね。こう ARV のなんかこう、うん、進化の系譜って面白いですよね。面白いですよね。うん、そう、そうルザルガとかね。全然割と出なかったの多いですよね。出なかったですね。うん、
僕ねルザールガはねなんか知らんけど、ね、消しゴムのだけ出てたんですよ。 あれだけ僕今大事に持ってます。ルザールガあれが初の立体なんで。あとあれあのチョコスナックの、そうチョコスナックいた、あれズゴムとかいなかったっけ。いたあれねすごい貴重だったんですよね。あれはねどのシリーズも結構やってるんだよね、うん、そう結構深いところやってるんですよ ね、うん、なんかちょっと話が逸れてしまって昔話になりましたけど、うん、森あったねそういうね、はい、はい、じゃあ次ですね。オデオンさんからのご質問です。皆さん質問です。最近水性塗料を使用している方が増えてきているような気がしますしておりますが、皆さんは水性とラッカーではどちらをよく使われますか。また私は普段ラッカー塗料を使用しエアブラシで光沢やパール塗装をよくしているのですが、家庭環境的にラッカーの使用が難しくなってきました。うん、水性塗料ではラッカーのような光沢やパール塗装が可能なのでしょうか。もし良さげならラッカーから水性にシフトチェンジしようかと思っております。よろしくお願いいたします。そんなオデオンさんには月刊コミュニケーションこちらをご覧ください。あのなんともうご質問そのままこれ回答してます。なんというタイミング、うん、でねあのここに書いてあるんですけど、うん、僕たちの世代って水性ホビーカラーって、うん、いつまでも乾かないとか発色しないとか、ね、インペール怖いとか思ってたじゃないですか。今のね水性ホビーカラーめちゃめちゃ変わったんですよ。まあでもなんか、うん、やっぱこう需要とともにめちゃくちゃ進化してますよね、うん、もう確実に進化してますね、うん、本当だから僕らこのバイカーを見てるぐらいの子の水性塗料ってやっぱり印象悪かったのがあるから、うん、やっぱり未だにちょっと手出さないでいるけど、ペタペタずっとしてるとかね、しないしみたいな、今めっちゃいいらしいんですよ、うん、あの清水圭さんね今回のこれウグ水性塗ってますけど、あの全然完成度に関しては仕上がりに関しては多分遜色ないです。うん、やっぱこの数年清水さんがやってきてこられてることもそれ完全に証明してますよね。そうですね、うん、でお二人はまだラッカー系ラッカーっすね、うん、もうなんかなんだろう、うん、もう昔からね使ってるんでなかなか、そうですよね、あの塗料のストックもいっぱいありますしね、うん、そうあの、うん、やっぱり変えるとなると、うん、大量にやっぱり入れ替えなきゃいけないっていうのがあるから、まあね、あと僕たちはね塗装環境ってちょっと一般の方たちとは違うじゃないですか、うんまあですね、できるような環境をもう作っちゃってるし、しないと仕事にならないから、ね、うん、使ってみたいっていう気持ちはすごいあるんですけど、うん、結構メーカーさんもね今、うん、水性塗料、ね、そうですね、どんどん出てますしね、うん、エマルジョンも出てきたんでやっぱり、ね、筆塗りでねちょっと趣味で一回チャレンジしたぐらいのとこからやってみたいなとはずっと思ってますね、うんうんうん、はい、僕ねファレフは塗ったことあるんですよ、うん、全然良かったですよ、うん、あいけるんだと思って、なんか結構そのほら、うん、海外も水性、そうラッカーダメっていうところダメになってきてるんですよ。台湾なんか一気に切り替わったらしいですもん ね、うん、ねそれこそなんかね日本も政策一つでいつダメになるか、いつダメになるか分かんないんですよ、ね、わかんないので、うん、だからそういうの時のためにちょっと試しておくのも手かなとは思いますけどね。あとまあ環境的にね、うん、なかなか難しくなってきたっていう方も、うん、まあ、ご家族とかね、そうお子さんとか、ね、あとねやっぱり集合住宅だとねどうしてもお隣気にしたりとかね、うん、あのやっぱり外にこう塗料出しちゃうんでね、うん、気になるし、匂いはもう永遠についてもある問題、ね、そうですよね、うん、なんでまあできるならばね、まあ、月刊ホビージャパン読んでいただいて、うん、あやってみようかなと思うんだったらぜひ水性も試してほしいなと、ね、うん、僕もちょっとこれ読んで、うん、そうぜひ読んでちょっと見てみてください。筆塗りやってみようか、はい、実験してるんで、うん、ホビーカラーでこう塗ったらこうなるなみたいなのを、うんうん、はい、どれぐらいでその隠蔽するのかっていうのも実験してますので、うん、はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ次いきます。長江門さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、当時としては全体的に良キットでしたが売り上げが良くなかったのか発売されなかった製品もありましたね、うん、守るマニアの私としてはこれ長野先生のことですかね、うん、発売予定とされていた、長野守先生の初デザインであるパペットファイターがキット化されなかったのが悔やまれます。皆さんはキット化してほしかったものはありますか。そうですね、パペットファイターで企画中ってなんかあったんですよ ね、 あの模型情報的な、ね、模型情報にありましたよね、うん、確かにあったね。劇中の活躍からすると確かにあってもおかしくなかったんだよな。僕もね、やっぱパペットファイターですね、うんうん、個人的にはね100分の1のディルファームが、ああそうですよね、そうね、なんかここまで並んだら、うん、もう一個っていう感じですよね、そうですよね、うん、
まあ売れたか売れなかったかはその、ね、僕たちが判断するのは OK ですし、うんうん、あの事情分からないのであれですけども、当時多分いろんなものが走ってたんですよ83年って。そうです、ね、ダンバインだったりとか、あと、まあ、MSV だったりとか、だから多分バンダイさん の、 そのプラモデル化できるリソースっていうのも限られてたと思うんですよね。多分そこが原因だったんじゃないかな と思いますけど、ね、何も言うみたいじゃないですからね、うん、そう。であとはほら、まあの頃って番組一つあるともう後ろにすぐ新番組が控えてるから、そうですね、すぐ始まりますもんね。もう今度もう番組のね、うん、最後の4分の1があるとそっちの準備に入っちゃうっていうね。これはもうね、恒例でこうラスボスがキット化されないっていうのがね、うん、よくありましたんでね、うん、まあ仕方ないのかな。放映スケジュールの都合みたいなところも ね、あるでしょうし、うん、新番組始まってるのにね、前の番組やっててね、そう、そっち出さないわけいかないから、ね、そうですよね。なかなかその今みたいにその放送タイミングじゃない、ね、タイミングでこうね、うん、出るってちょっとないじゃないですか、うん、昔って、うん、そんなんね、うん、ディゾとか出してもね、うん、3ヶ月ぐらいにね放映終了後3ヶ月後に僕ら嬉しいけど、でも僕、この目かみたいな、ね、僕たちだって子供の頃はもう多分次のアニメ行っちゃってますもんね、うん、気持ちいっちゃうからね、うん、やっぱり90年代後半、うん、あの21世紀入ってから、うん、まあ、80年代アニメっていうのは僕ら世代がいて、うん、どんなタイミングで出してもみんな飛びつくっていうのが分かったのはやっぱこの10年20年ですか、うん、ですもんね、うん、ボトムズありダンバインあり、うん、バイファムありいろんなものがある中で ね、まあ、ね、本当そういう意味で改めてありがたいですけどね、はい、俺らの財布を狙ってくる、ね、確実になんかこう仕留めに来る感じ で何ヶ月前か前に直樹さんにちょっとね、あの納品に行って、うん、どう買ってるっつったら、うん、まだまだ金いるよ何のために働いてるんだかって、それ買うためですもんね。3年ぶりぐらいにコロナ明けてあったんだけど、まだまだ金いるなっつって、俺の名を直樹切って俺の財布は狙われているっていうねプラも作ってプラも買うって、ね、そうそうそう、マッチポンプみたいな、ね、マッチポンプですよね本当そうなの。そう、まあ、幸せ、まあ、幸せですよ、まあ、幸せですよでもねだってね、頑張って生きてればこんな HG バイファムなんてキットが出てくるわけですから、うん、ね、何の文句もございませんもう喜んで差し出します。どんどんお付き合いします。はい、ぜひお願いします、はいはい。じゃあ次いきますかね。量産型ザクジロー、この番組で呼びづらい名前ですまあ夏木ハマーンカーも大概でしたけど、プロモデラーの方が作例を作られる際、毎回当時の資料アニメ等を何回も見ながら色設定やディティールアップをイメージを膨らませて作例を作られているのでしょうかってことですけど、直樹さんどうなんですか。結構これはケースバイケースですね、うん、なんかあのもちろん資料とかは、うん、あの確認しますけど、うん、なんかあんまり引っ張られすぎちゃうと、うん、なんか余計なことというかあのできなくなっちゃうんで、気になっちゃうんですよね。あの見てここ再現されないとダメなのかなとか思うちょうとまた違うしね、うんうん、これ今やることなのかみたいなとか、うん、はい、うん、まあ、全然見ないってことはないですけど、うんうん、なんかその見る頻度とかあれはケースバイケースって感じですね、うんうん。桜井さんどうですか。あ、でも本当そうかな、うん、あのどっちかというとモチベーション上げるために ね、まあ、ね、見直したりぐらいの感じで、うん、あと確認ね、うん、どうだったっけっていうところを画面で見たり、うん、設定以外のところとか、うん、それぐらいで、うん、あとはもうむしろ特にこの辺のキットと当時できなかったことをこの令和のように復習してるに近いんで、うん、だいたい当時だったらこういう風に作りたいなというのがもう30年前からあるのね、うん、はいはい、ただその頃まだお手手もあれだったからできなかったから、うん、それをやろうっていう感じなんでね、うんうん、あのそういう意味じゃあんまり引っ張らないようにはしてるかな、うんうん、ありがとうございます。色ぐらいだね。あ、そうですね、うん、色って違うとどうしてもイメージちゃうやんってなりがちですもんね、うんうんうん、まあ、だからね、多分後で話してるけどカラーリングがちょっと変わってそうですね、昔と足回りとか、うんうん、あれと思っててそれで見直したりとか、はい、そういう確認作業ぐらいかな、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうね。なおさんからのご質問ありがとうございます。作例で自分が詳しくないキットを組むときにどんなことに気をつけて作業されますかですけど、
あんまり僕実は詳しくない人には頼まないので。確かに、うん、なかなかお二人そういうことあります？あんまり知らんねやわっていうの。あんまり知らないっていうのはないかもしれないですね。5年に一遍ぐらいね、あの、うん、メーカーの完成品みたいなことあるけど、雑誌作例ではあんまりないですよね。っていうか好きでしょって発注してる。そうですね。うん、ありがたい。そうなんですよ。うん、まあ特にメカニクスについては、うん、やっぱり愛が強くないとなかなかできなかったりする部分もあるので、うん、なるべくそういう方に頼んでますけれども。うんうん、見てることが、うん、発注条件ですとか。そう、それはありますね。そういうことはありますね。あとやっぱり頼まれた時には、僕もプロモデラーの時は調べますね、めちゃくちゃ、うんうん、昔なんか発注受けた時に原稿に、あ、見たことなかったんですけども調べましたって書いたらめっちゃ怒られたことありましたね。当時の編集、あの副編集長に、そんなこと書くんじゃねえよって言われて読者はそんなこと知ったことないし、うん、って言われて、すいませんってことはあったりましたけど、ね、俺結構木村さんの昔こういうことやって怒られた話好きだ。いやだってね、当時だってテレビ大阪やってなかったんだもん、うん、とかね。逆に、ね、うん、なんだろう、なんかこう詳しくないキットを振られる時ってどうしてんですかね、うん、調べていただく、あとこちらから資料を大量に、うん、だからそれは例えば新アニメとかそうなりますよね。まあ、そうですね、それはしょうがないですよね、うん、だからこれはもう資料をなるべくたくさんご用意して、うん、あのお出しする感じかな、うん、でどう活躍するんですかって言われるんですけど、僕たちも見てないので知りません。、うんうん、だまあそこはそういうことはあるかもしれないですね。なんかこう、まあ、自分もそのほら発注する側の時もあるんですけど、うんうん、そうですね、なんか逆に全く知らない人に作ってもらったらこれちょっと面白そうだなというか、ネタもあるじゃないですか、ね、ありますあります、うん、はい、なんかそういうのはあのあえて見なくていいからみたいな時もあるけど、そういうのはありますね、もしかしたら化けるかもしれないしね、うん、とんでもなくね、あとそのなんていうか予定調和じゃない作例もたまに見たいじゃないですか、そうそうそう、うん、こういうアプローチしたかみたいな、なんか知ってるとこうなっちゃうだろうなっていうのってある、ね、うん、縛られてしまうっていうかね、うんうんうん、それは確かにあるかもしれないね、うん、おっさんにあえて今のガンダム作らせるとかね、うん、ありがちですよね。俺知らないんだよって言ってる人に、ね、おっさんに水星作らせるとかね。あるかもしれません。じゃあ次行きましょう。菅原忠義さん、ありがとうございます。バイファムが40周年とのことですが、その当時プラモデルは作ってましたか、またどのように作ってましたかというお二人に質問ですけども、桜井さんは作ってましたね。いや本当にボビージャパン見ながらね、うん、俺の記憶ではね、それこそこの辺で川口さんがグラデーションをやり始めたんだよ、うん、確か。それまではみんなベタだったんだけど、うんうん、それがすごく記憶に残ってて、あ、こういう会長入れられるんだったらちょっとエアブラシって買わなきゃなと思って、その年ですよ、うん、買ったの、うん、川口さんのバイファムとかの、うん、はい、あとはマクロさん作例とかで、うん、あの急激にグラデーションをかけ出してたんですよ、うん、それがショックでね、うん、だから真似してやってましたよ。僕たちだってね、うん、もうガンプラファースト世代ですからね。そうですね、直、うん、さんもそうだもんね、あんま変わらないもん ね、はい、ね、年もね、はい、戦中派と言われるやつだよね。直さんもう作ってたのね。作ってましたね、少ない小遣いの中から、うん、バイファムは当時作ってた。作ってました。でも結局完成しなかったですね。なんか自分がやりたいことに全然技術が追いつかない、うん、あ、それはそうですね、僕たちはね、うん、あの当時のホビージャパンとかね、不親切なのよ。そう、改造とか色のあの解説がモノクロなんだよね。だってこんだけすごい苦労して作っても、うん、写真ここに1枚載ってるとか1ページで、あとは全部後の後ろの当時結構あの手書きの説明とか、そうあれ一生懸命こうやって見ながらやりましたもんね。だけどなんかめっちゃ間こうすっ飛ばしてる、ね、うん、そうそう、裏側見たいのに映ってないから、もうずっと見て1時間見たら向こうが見えんじゃねえかと。いや、それこそなんかこうバイファムとか、うん、MSV の頃からあの手首をなんかこう自作、はいはい、うん、ね、うんうん、なんか平手、そうこのね、うん、作ってましたね、うん、あれをなんかこうなんとか自分でやりたかったんだけど、うん、なかなかうまくいかなくてみたいな、プラ棒を細かく切ってつなぎ合わせてとかやってましたよね。どないするんやろうとか思いながら、プラ板どうやってまっすぐ切るんやろうとか ね、
やっぱりいい手首が入ってないからっていうのも作るしかないじゃないですか、うんうんですね、穴開いてる手しか入ってないからね、うん、なんか MFB の頃からあの平手がすごい急作から平手が入ったじゃないですか、あれ嬉しかったよ ね、あの平手 ね、うんうん、あと2つ分割だけどちゃんとこうグリップ、うん、あそうそうこうグリップのやつね、うん、指かけてる、うん、だからバイバンシリーズとかではねやっとそうなってきてる、そうちゃんとこういう手になったんでね、うんまあ、作ってました。作ってた。僕たち作ってました。そう、プラモの進化を楽しみながらね。うん、拙いまでも一生懸命、うん。なんかめっちゃ筆塗りしてましたね。はい、してましたね、うん。エアブラシなんて僕たちはね、まあ、当時はまだ手に入れられなかったんでね。うん、あの筆塗りなんでエナメルが良かったっすよ。あ筆ムラにならなかったんで、うん、僕だから筆あのディルファンもはね、あのエナメルからで塗りました。うん、緑は。やっと、うん、なんかこうあのコンプレッサーは買えないんだけど、うん、あの缶の、うんうん、はいはいはいエアーとじゃないですか、うん、すぐ冷たくなっちゃって出なくなるやつね、うん、でもなんかこう全然やっぱ、うん、量使えないんで、うん、なんかここぞっていう時だけ、うん、あそれ使ってこれ使うみたいな、すごい、うん、あの年齢からするとボンベも高いからね、うん、そうそうそうとプラモデルこれ1本1台分ぐらいだからさ、そう300円キットにね、うん、やっぱりここぞっていう時になんか大事に使ってたっていう記憶ですね、うんうん、ここぞって時に温存しとくんだよね、あのあれあの詰まるからあのこうやってこうやってあのこうやってあのところ吸い上げ式のねあれねクリフスのあのこのこのやつね、瓶こっちつけるやつね、そうそう、うん、俺もあれ使ってました、黒いキャップで、ね、そう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 、はい、ありがとうございます、じゃあ次行きましょうかね、カズボンさんありがとうございます、いつも紙面で素晴らしい作品を拝見させていただきありがとうございます、お願いなんですが、これからプロを目指す人へアドバイスをいただけないでしょうか。またプロとしてやる上で大事にしていることは何ですか。教えていただけると嬉しいです。これからも2人の活躍を応援しています。ということでございます。プロを目指すために必要なこと、直樹さん何ですか。まあ、締め切りですよ。締め切りです。それそれそうです、はい。最近守ってます。あの俺のチェイスが厳しいんで、あのまあギリのギリですけどね、うん、ちゃんと LINE で追っかけますから大丈夫、昔はよく編集部にいるとちょっと遅れて連絡来ましたっていう声をよく今でもギリのギリですけどね、いや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 、もう今はね LINE っていう便利なものがあるんですね、あ、既読するしやがったとかね既読しねえぞっていうとかね、いつでもどこでもう一個かかるからみたいなね、うん、あこいつ画面に映ってるのをそのまま既読せずにするみたいなよくありますけどね、まあでも、うん、なんつうんだろう、こう、まあ、アマチュアっていう言い方もあれなんですけど、うん、とのやっぱり一番大きな違いってやっぱ締め切りがあるかないかだとは思うので、うん、だから締め切りから逆算してできることを、そうです、ね、消去法でより効果的なものを残していく能力、うんうん、そうですね、結局、まあ、なんかあのがっかりさせちゃうみたいで申し訳ないですけど、多分自分が思ってる 100% って締め切れないにできないんですよ、うんうん、そうですね、うん、なのでなんかこう例えばその 80% をより 100% に見せる、うん、どういかに 100% に見せるかみたいな、そうですね、やりたいこと10あっても1ヶ月で10は絶対できないじゃないですか、うん、6か7ですよ、うん、そしたらじゃあどっから落としていくか、うん、でどれが一番効率がいい効果が高いかっていう順にやっていくってことだよね、そうですね、残念な話ですけど、ね、残念だけど、そういう意味でね塗装はとても大事よ、でも締め切りないとできない、ね、うん、できないですね、10終わる頃にはまたもう2つぐらいやりたいことができる、ね、プロモデラーあるあるですよね、あのプライベート完成品がない、ね、そう、ありがちで締め切りないと完成しないあるあるですよね、そうだからさっきね、うん、木村さん言いかけてたけど、その塗装がっていうけど、その1ヶ月の中で工作28日使っちゃったとかね、うん、塗装2日でやんなきゃとかそういう配分もあるから、うん、そうですね、何回かやっていくとそのペース配分って分かってきたりとか ね、あのよく僕たち編集者が言うのは、うん、70% でもいいと、うん、ただその 70% の力の配分を考えてほしいと、そうです、ね、よくは言います、うん、だから省くとか省く、うん、夢も減ったくれもない話ですけど、あとは参考になるものを参考にあの重きを置いてください、うん、読む方が、うん、こんな真似できひんわと思うばっかりやられても、うん、僕たちホビージャパンっていうのは模型の教科書なので、うん、あのそこはちょっとやっぱり重視してほしくないなと思うんですよね、その辺の塩梅って大事ですよね、そうですね、たまにはね猛烈すげえ作例をしたいんだけども、うん、やっぱほとんどにおいては
やっぱ皆さんがこう参考になるものを見したいと思うので、うん、なんかここは真似できるかもみたいなポイントとかね、うん、いうところはポイントかな。プロモデラーはそういうところは大事。僕らがだから若い頃10代の頃読んでたホビージャパンの、うん、本当そうなのね、うん、きっとやりました、え顔手首スクラッチしました、なんだろう全然できないって、その2行ができないみたいな、レジンブロックの削り出しです、ね、僕も反省してるんですけど僕もポリパテの削り出し以上ってやってた口なんで。でも実際そうしないとダメなキットだったからね、うん、あの頃は ね、うん、いやでもね当時の僕たちは90年代のホビジャパンとかね本当申し訳なかった。いや本当ねとんがってましたよ。なんかまあでもそれがちょっとかっこよく見えましたけどね。そうなバカだなと思って読んで恥ずかしいですもんなんかねまずはゴミ箱に直行とか書いてて、人の作ったものゴミ箱直行ってバカじゃねえのって自分で今も見ると思うんですけど、気に入らないので顔を作り直しましたね。顔アホなのかね、納品して撮影しきましただけど気に入らないからゴミ箱へとか平気で、ね、そうひどいことをね、うん、とんがってたんでしょうね。なんかそれもこうキャラクターって感じでしょうね、うんうん、なんかね、うん、でも多分俺とか直樹くんとかがプロになる頃ってそんなだから、さっきの話もつながるけど、うん、やっぱり手首掘り出せるっていうのはもうマストの条件だった、ね、そうでしたね当時ね。なんかそれで個性出たじゃないですか、うんねうん、あの顔ほどに物言うじゃない、ね、なんか手首、うん、誰々さんのやつ、ねね、そうですね、わかるよね、うんうん、確かにそれはあったけど今、うん、そこまでしなくていい時代だったりとかするからね、はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうかね。はい、キアシトさん、はい、ありがとうございます。モデラーさんがやる、Q キット、当時モノキットですねの関節の後はめ加工の方法を教えてください。できれば簡単にできる方法。なんかこれでもできれば簡単にできる、まあ、一番簡単な方法はやっぱあのこうダボを使って、うん、そこにちょうどいい径のポリキャップを。そうですね、うんうん、それはあるやもん、うんうん、あの今回のガッシュがそうなんですよね。ほとんどキットのあのダボを使えたんですよ、うんうん、そこにほとんど無加工でポリキャップ入ったやつだから、はいはいはい、それが一番確かに楽ですよね、まあ、あのちょうどいいところにある場合はそれが一番楽ですよね、うんうん、はい、それ以外だとあれですか、やっぱ今の HG キットとかを中に使う、ちゃうのが楽だし、うん、見栄えいいし、うん、ですよねっていう感じですけど、ね、今回の作例でもだいぶありましたけどね、うん、HG とか MG を使うっていうのは、うん、でも本当なんか今回自分でやってるけどこれすごい前にやっぱりなんだろう、どっちかというとなんだろう、地下っていうか結構直樹くんが開発したというかね、うん、あの発明に近いよね、このバイファムの股間周りザクダグラムとかでも、ねね、ずっとやってたからね、せんべいつけたって感じがやっぱりあるか、うん、まあね、なんかやっぱこう、うん、経済問題に直結する部分なんで、そうですね、あんまりなんかね、あんまりね、うん、手に入んないしね最近ね、欲しい時にザクがいないっていうね、今回もね、そうザク問題が結構ね、今回だって見たガルマザク使ったんです、ね、あれだからそうガルマザクしかなかったんですよ。ただ最近になってシャアザクとか再販されて、いやなんか、うん、あのいやうちにザクあったの覚えてたんですよ、うんうん、であのあジャパイアム使おうと思って、うん、開けたら同じパーツがなくなってたあるあるやね足フレームがないみたいな、ザクないねんとか言い出して、いやお前もううちもあ、いや僕もあると思ったらなかったんですよ。シャーザクあったよと思ったら、うん、前のメカニクスに使ってたんですね、うんうん、あのフワイユーさん用に送っちゃってたの、うん、で探しに探したらガルマザクだけあって、うん、ガルマザク MSV 用に取っといてたけどまあいいやと思って出したの、うん、だから今回途中が茶色いんですよね。そう、うん、もう開けてなんかでももう完全にあるもんだと思ってた、うんうん、開けたらなんか同じパーツ使われてる。あの時やったんだ、使ったんだってなるよ、ね、だって MG ザク 2.0 は見つけた時に買っといた方がいいですよ、うん、あれ何個あっても困らないから、ね、うん、本当だからこのね足股間とかももぐらいの出来もそうだし、うん、気候もそうだし、うん、でもバイアムのねももそのまんまだったりとかさ、そうですね、あの80年代メカ用にちょっとストックしといた方がいいかな、もともとザク 2.0 めちゃくちゃいいヒットですからね、うん、ザク2としても組んでもいいし、まあね、うん、なんかそういうの使ってもいいかなというふうに思います。はい、すみません、なんか解決方法になったのかなありがとうございます。次いきますかね。はい、ジオジオさんご質問です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私はヤスリ掛けやマスキングをするときよく芸人さんのラジオを聞きながら作業してます。
皆さんは作業中に何かを見たり聞いたりしてますか、それとも完全無音で集中してますか。直樹さんでもよく聞くけど、そんなことないよね、無音でやんないよね。俺はずっと海外ドラマを流してます、ね。うん、最近海外ドラマ、うん、VGM ってやつね。そうですね、うん、でなんで、まあ申し訳ないけどほとんど画面見てないんで、うん、吹き替えばっかりで、はいはいはい、はい、でなんかこうだからもうご長寿シリーズであればあるほどありがたいみたいな感じですね、うん、最近のやつ。奥様魔女とかじゃなくて、そこまでナイトライダーとかじゃなくて。あ、でもナイトライダーもナイトライダーあるし、佐々木さん さんの声が心地いいですよね、あれね。もう今でも更新されてるシリーズ、あー、そうなんですね、みたいな感じですね。桜井さんとこもいっぱい DVD あるよね。うん、僕もだから、うん、今はもうだいたいレンタルとか買ったりとかっていう配信の方が多くなってきたけど、まあそうですね、うん、割とだから映画、うん、初めてのものは英語で見たいんだけど、うん、何回か見たやつは吹き替えにして、うん、で耳に入ってきて、あっとか言うとそこだけこう、そうだね、ポイントはあんまり面白すぎるとダメなんですよ。あ、そうですね、うん、なんか、うん、見ちゃうんですよね。確かに確かに、絶妙につまんないとか、うん、もう展開が分かりきってるやつ、何度か見てるやつとか、そう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 、それは分かります。なんか、うん、何度か見てるやつです、ね、うん、だから僕もね、だいたいラジオ聞いてるか音楽聞いてるかだけど、うん、ちょうどだからこれ作ってる頃、この前後からさっき納品したぐらいまで結構2ヶ月ぐらい仕事を、うんうんうん、久々にロストシーズン1から全部日本語で秀逸ですよ、シーズン1のラストかね、うんうん、ロストぐらい長いと1ヶ月半ぐらいの作例耐えられるんだよね、うん、そうか、そんな感じ。やっぱりなんかつけて無音は無理、無理ですね、うん、頭おかしくない、特にマスキングなんかやってる時は。そういう意味では VGM が映像が多いですよ、うん、ってことですね、そうですね、はい、僕も結構映像見ながらやります、うん、ということだそうです、はい、はい、ありがとうございます。クジラ軍曹さん、はい、100分の1バイファムの胸部のパーツを前後組み合わせた時のボリューム感は子供ながらに美しいと感じる商品でした。色分けは当時難しかったですが、改めて大人になった時に着色して再び組み合わせした時に、大人がこだわって生み出したスーパーカーのプラモデル技術が注入されていたと言われている局面の美しさに感動しました。まあ、100分の1バイファムですよね、同じくね。キリオさんもそうですね。好きなキットは100分の1バイファム、スリングパニアー装備型、あとトランファム、ネオファム、オールオーバー、パペットファイター、ジュラヘイです。まあ、パペットファイター出てないのであれかな、うん、ウェアパペットのことかな、うん、自分が宇宙にいて彼らと旅をしている気分でした。あと長江門さんも好きなキットは100分の1トランファム。やっぱそうだよ ね、この辺をね組み立てるとほぼ設定が近かった、うん、確かに40年前の記憶なので美化されてるかもしれませんがっていうことですが、うん、されてません。いいですよ。映画のポーズは撮れなかったんですけどね。撮れなかった、うん、でもいいキットでしたよね、うん、はい、いいキットですこれね、うん、はい、量産型ザク二郎さん、当時ガンダムにはまり、お金持ちの友達がプラモデルではないのですがハイコンプロのバイファム1号機を飾っていたので、うん、それを手にした時にまたガンダムと味がかっこいいなというふうに思いました。バイファム1号機はプラモデルで作ってみたいと思うキットでした。確かにハイコンバイファもありましたね。なんか、うん、そういうこうプラモデル友達とかで、うん、一人なんか必ずお金持ちの、いましたいましたいましたね、うん、なんかすげえ持ってるっていう、ね、あとすげえでっかいサンダーバード基地持ってるとか ね、うん、ありました。ハイコンバイファもネオファも出ましたよね、うんうん、いい気持ち、まあ、ハイコンプロすごかったですよね、ハイコンね、はい、次ですね、ナオさんですね。好きなキットは144分の1のネオファーム、うん、私が3歳の頃に父と買い物に行った際、その場にいなかった兄の分もおもちゃ買っていいよと言われてネオファームを2個手に取ったそうです。でも私はそんなことは一切覚えていません。1個ぐらいバイファーム買えよって話なんでネオファーム2個やねん。なかったのか、それぐらい好きなんだよね。ネオファームがやっぱちょっとあれからパーツ乗っててアメリカっぽくてかっこよかったの。なんか赤いし赤い、うん、トゲあるし、ね、ここね、うん、主人公っぽいし、ね、このあれですよね、僕たちそのロボット魂のバイファムの開発機の時に、うん、このトゲなんだって、なんだトゲなんだって話題になりましたよね、うん、このトゲ何って話題になって、あの
アメリカだからトゲみたいなで、海老川さんがね、いろいろこう考えるんですよね、うん、このトゲはなんかザクのトゲみたいなもん、うんとなんかアメリ、いや結局はアメリカだからじゃねえ、なんかさ、あのアメ車のさ、アメ車のそうあれじゃねえみたいな結論だったんですよね。え、ここ無駄だったのっていうね、そんなバカなっていう。またこうパッと見ると全くそのバイハウとか知らない人が見たときに、うんうん、あの赤いし、なんかバイファームより主役っぽい、主役っぽいですよね。あのそれはあるかもしれないね、うん、トゲ生えてるし、うん、そう、なんか かっこよかったですね、ネオファームね。ネオっていうのもかっこいいですよ、新しいみたいな、ね、ネオ、うんうん、そっぱネオファームね、よかったですね、いいキットだしね、ちょんちょんね、うん、はい、次菅原忠一さん、はい、ありがとうございます。一昨年懐かせんのあまり当時500円のバイファンを、え、当時300円じゃなかった、スリングパニアが500円だかな、うん、を3000円で400円だっけかな、うん、バイファンを3000円で落札しました。なに去年 HG が発売されたので血の涙を流しながら購入しました。うん、買ったのね、 HG もね、まあ、旧キット結構定期的に再販されるんでね、うん、そうですね、その分、まあ、欲しくなったら仕方ないかもしれないけど、うん、確かにセット販売もされたしね、この前ね、まあ、その時にこうならないためにもその時にちょっと ね、そう確保しとくのがいいかなっていう、いいかもしれない。今回これ作る時にあの4個セットのやつを送ってくれる、ね、うん、でインストコピーしてなんか、うん、そのぐらいのところにさ、あの前後のキットと、あーあの塗装のところすげえ作りながらこっち買いたいみたいな欲しい欲しい見るとなっちゃうね、うん、そうなんですよね。ディルファムのセット2個ぐらい欲しくなっちゃう、ね、3個ぐらい欲しくなっちゃうね、あれね。本当あのセット3個買いしたくない、3個買いですよね。いや頼むからディルファム3個セットとか出してほしかったんですよね。あとジャーゴ3個セットとかね、そういうわけにいかないんでしょうけども、いいよって感じですけどね、うん、はい、次キヤシトさん、ありがとうございます。放映時は小学生、ラウンドバーニアが宇宙空間で上下左右なく動き回ったり、姿勢制御のバーニアを吹かしたりする演出が大好きでした。当時お小遣いを貯めて144分の1のキットを全部集めました。すごい全部買ったんですね。そして今年初めに発売された、東島の旧キットのセットや HG バイファンも購入してしまいました。そういえばレコードも全部持ってたな、 LP 版、ね、レコード買いました、買いました、うん、あの曲かっこよかったっすよね。あのエンディングのねネバーギブアップ、あれもすっげーいいんですよね。 あと最終回に流れるあの君は少年ってやつ、あれね、ケンツの走る姿とね、あの歌聞くだけで泣いちゃうんですよ。泣きますよね。あのハーモニカ持って走るシーンあるじゃないですか。もうね、一人とね、涙腺が緩くなってくるんで。そうなんですよね。はい、持ってたな。で、あの頃は今みたいにビデオとかないから、うん、割とサントラ版とか聞いて、うん、もう脳内再生するんだよね。そうっすよね、うん。だから俺も。プラモデルとレコードはもう全開だったな、うん、めちゃくちゃ大事に聞きますよね、うん、なんかね、そうですよね、レコードね、あのこのレコードどこ行ったんかなって言った。でもレコード今でも持ってる人がいるからって、レコードのあれでしょ、再生の機械がまた復刻されたりしてるんでしょ、うん、これ全部撮ってある、あのやっぱり、うんうん、中持ちするんですよね、レコードってね、あのあれのが一番持つんですよ、うん、持つんですよね、テープなんか伸びちゃったりする、伸びちゃったりするんですよ、うん、いや、質問皆さんありがとうございました。なんか懐かしい話をこう思い返してね、はい、ありがとうございます。読者の皆様、多数のアンケートありがとうございました。動画の後半はですね、本書に掲載しているこの作例の実物をお見せしながら、解説していきます。そちらの動画もぜひご覧ください。